おい、誰かいないか。うん。ああ、寝てる。いつもそこで。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。藤田美代でございます。というわけで新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。では龍が如く4、本日も続きからやっていきましょう。というわけで今日ね、さきちゃんのサブストーリーの続きをやろうかなと思ったんですけど、今ね3章かな、3章なんですけど、3章ではどうやら続きは出ていないみたいで、4章から続きが遊べるみたいなので、ひとまずこの13号資料室向かってみようかなと思います。うん、課長さん待たせてますしね。課長さんどこだっけ、ここか。なのでちょっと行っちゃおうかなと思います。まあ途中で、また別のサブストーリーとか、もし発生したらそれを遊んでいくのはいいかなと思っているので、うん。というわけでじゃあ早速向かいましょう。じゃあ行こうか、タクシーでいいよねと。うん、じゃあ向かいましょう。さあどうなるかだね。いいですよ、行きましょうと。あ、タクシー代は自腹で頼むよ。あ、そうだね、申請出したら本庁行ったのバレちゃうから、確かに。てんてんてん。なんでてんてんてんなの。はいって言おうよ。初乗り料金720円、 OK。 じゃあ行きましょう、本庁まで。うん、さあ13号資料室ってね、何回か映像とか出たことあると思うんですけど、お、資料室だね。なんだ、忍び込むところとかないんだ。忍び込むところあるかなって思ったんだけど、うわ、なんかちょっとバイオっぽくない、なんかわかる。ちょっとバイオっぽい。あ、調べるとかできるけど、とりあえず喋ってみる。谷村くん、まだ資料は見つからないの。これだけの資料があるんだ、そんなに簡単に見つかるわけないでしょ。普通にあれなんだね、タメ語なんだね。あ、調べろってこと、オッケーオッケー。なんだ、ハズレだ。うん、こうやって一個ずつやるってこと。え、面白。こっちとか行けないんだ、この棚だけ調べる。あ、これか。あ、いきなり見つけちゃった。もうちょっとハズレを引きたかったけど。え、お、見つけた。あ、上野義晴襲撃事件。うん。1、事件の概要。本件は1985年、昭和60年に発生した殺人事件である。うん。1985年4月21日正午過ぎ、東京都杉並区のラーメン店において一人の男が6丁の短銃を持って乱入。そうだね。店内にいた上野清和会総長上野義晴を含む20人を襲撃した事件である。うん。犯行を行ったのは、おお、冴島さん、東上会構成員冴島大が当時、おお、20歳には見えないよね。すごい大人っぽいのよ。当日は上野義晴が2年間の刑期を終えた出所日であり、同組織の幹部複数名など重要人物が集まっていた。うわー、みんな倒れてるね。そう、でもなんかさ、あ、まあいいや、いや、よくないや。なんかさ、冴島さんがめっちゃ銃を撃ってる時さ、私なんか血がすごい飛び散ってるように見えたんだけど、もしかしてラーメンのスープだったかって、なんか見返して、もしかしてこれは血じゃなくてラーメンのスープが飛び散ってるみたいな風にね、ちょっと思ったんですけど、でも分かんない、気のせいかもしれない。この情報が正しくないということは葛城から聞いた。うん、実際には冴島は殺していない。冴島は殺していない？え、殺していないの、やっぱり。いや、そうだから、ラーメンのスープに見えたんだよね、なんか味噌ラーメンとかさ、ちょっとほら、なんか真っ赤っていうよりかはちょっとオレンジっぽいっていうかなのかなと思ったけど、え、エアガンだった。もしかして、なんかそもそも真島さん持ってきた銃エアガンだったとか。さすがに気づくと思うけどね。真犯人は葛城だという。あ、殺していないって別に、いや、うん、いや、そういうことだよね。まあいいや。捜査などの経過、あ、谷村さんの名前出てる。あ、そうか、でもあれだよね、本当のお父さんじゃないっぽい感じだったよね。だからそうか、似てないのは当たり前なのか。警視庁は同日特別捜査班を結成。刑事部捜査第1課から担当刑事として、ちょっとお名前がね読めないんですけど、谷村、結局何だと思ったんだっけ、広吉かなって言ってたんだっけ。杉内さんもちょっと下の名前読めないな。まあ、杉内さんを任命捜査を開始したと。うん、順次でいいのかな。
親父と杉内、杉内だって、あ、やっぱりさ、杉内さんやっぱ怪しいでしょ。親父と杉内さんが一緒に捜査を。うん、今までそんな話は聞いたことがない。なぜだ、どういうことだ。やっぱ杉内さん怪しいと思うんだよな、なんか。ふう、何か分かったの？ええ、いろいろと分かりましたよ。うん、じゃあ帰りましょう。え、もう手がかりはつかみました。もうここには用はありません。やだ、このなんか白い巣、もうちょっと探検したかったな。なんかその忍び込むシーンあるかと思ったらなかったね、まあ、すんなり入ったんですね。すごいピンクの人が目の前にいる。課長、ではここで俺はまだいろいろ探ってみます。そう、じゃあ僕は先に署に帰るね。いいかい、無茶だけはしないようにね。きっとお父さんもそう願ってるよ。うん、ええ、やっぱ課長さんは大丈夫なのかな。だって課長さんが一応もし悪い人だったとしたら、ここの資料室に行くのとかだって協力してくれないはずだよねって思いたいけど、まあいいや、一度考えをまとめたい。故郷に戻ろう。うん、 OK。 あれ、故郷でよかったんだよね。ちょっと一回セーブさせてください。あー、ごめんなさい。よし、 OK。 そしたら、まあ、あの、先ほども言ったんですが、もしなんかサブストーリー、別のサブストーリーとかが途中で発生したら、それは遊んでみようかなと思ってます。そう、サキちゃんのサブストーリーはまだ見たい。つまりはその本編をもうちょっとさ、あ、というかこれもやりたい、こういうやつもね。何件やったら報酬もらえるって言ってたっけ。そうだよ、こういうのもやらなきゃ。そう、でもそのサキちゃんのサブストーリーは多分本編がもうちょっと進まないことにはわからないってことなんでしょうね。よし、じゃあちょっとお店戻ります。ここちょっと酔うからさ、ちょっとカットしますね。はい、というわけでお店の前まで戻ってきました。今ね、ちょうどここにサブストーリーがあったんだけど、これは私が個人的にやろうかなと思います。というわけで、じゃあ早速お店入りましょうか。帰ってきたよ、故郷に。おー、帰り、どうだった？いや、わかりましたよ、杉内さんのことが。あ、上野義晴襲撃事件、その捜査資料を見つけた。うん。何が書いてあったんだ。そうだよね、一つだけ俺が知らなかった情報が書かれていた。うん、まあ黙ってたってことだもんね。事件の担当刑事、俺の親父と並んで杉内淳二でいいのかな、の名前があった。うん、杉内ってまーちゃんの上司の。そうだね、そうだ。杉内さんとは何度となく会話をしている。だが親父と一緒に捜査をしていたなんて聞いたことがない。いや、黙ってたってことだよね。バイアスイー、俺が親父の死の真相を知ろうと必死だったのを知っているはずなのに、だ。うん、まあそれかなんか後悔してることとか、あんまり言いたくないような真実とかがあって、わざと悲しませないために黙ってるとか、まあどっちかだよね。うん、その可能性もあるかもしれない。俺はね、長さん、親父を殺した人間が警察内部にいるんじゃないかって思うんだ。あ、やっぱそっちか。もっとも、これは昨日会った葛城って男が言ってたことでもあるんだけどな。うん、そうだね。そうか、警察が相手か。大変なことになったな。そうだよね。まあ今日は疲れたろ、まずは休んだ方がいい。お、本当に？そうだな、休ませてもらうよ。うん、あ、そうしろ。おい、メイファ、まーちゃんに布団用意しな。お、いいよ、自分でやるよ、自分でやるって。優しい。あ、やっぱこの章めっちゃ短いんだ。そういうことかな。多分これ章変わるセーブだよね。章変わるときにセーブ入ると思うんですけど、 OK、 じゃあセーブして進みましょうか。うん、そうだね、やっぱり4章刑事として章変わりましたね。めっちゃ短かったね。 OKOK。翌日、1億円を前にして。おい、お、警察内部調査に行くのかと。うん、いや、その前にやることがある。なんだ。ん、やす子ちゃん、ん、1億円をお前、それは冴島やす子の秋山さんに返すのか、もしかして。あー、やっぱりそうだ。会いに行けるんですか、秋山さんに。谷村さんで、それはちょっと楽しみ。この中の金1億を元の持ち主のところに返しに行く。うん、元の持ち主、スカイファイナンスとかいうマチキンだ。天下一通りにあるらしい。うんうん、1億なんて大金、長い間持ってたら利子がいくらになるか分かりゃしない。まあないんだよね。
そうだよね。ふーんと。なるほどね。お、メイファちゃん、かわいい。あ、まーちゃん、いってらっしゃい。あ、いいね、癒されますね、かわいい。スカイファイナンスに迎え。オッケー、そっかそっか、これでじゃあスカイファイナンス迎えなんだね。スカイファイナンスぐらい行っても大丈夫かな。安子から預かった1億をスカイファイナンスに返しに行こう。うん。いや、ちょっと、まあもう4章なんで、もう終わりだと思うんですよね、そろそろ。さすがにあれだよね、また最後の時には教えてくれるよね、これ何ボタンで歩くんだ、こうか。最後、もうさ、これなんかどっか他出れるとこなかったっけ？間違えた。普通にここ曲がったらいいのか。もう最終決戦っていうか、なんかこれが最後になるだろう、大丈夫かみたいな、多分言ってくれるよね。西島さんの時も真島さんのとこ行く前は準備した方がいいみたいに言われたし、スカイファイナンスぐらい行っても大丈夫かな。ちょっと秋山さんに会いたいな、久しぶりに。OK じゃあ、お、超イケてる人いる、いいね。ちょっとスカイファイナンス行っちゃおうかな。ねえ、セーブした方が良かったかな。まあいいや、楽しみじゃない。なんか秋山さんと谷村さんが、多分でも安子ちゃんの話するんだよね。秋山さんってどこまで知ってるんだっけ。真島さんがでも結構説明したか。あ、ここでちょっとセーブしよう。真島さんが、安子ちゃんは俺が守らなあかんねやとか言ったんだっけ。どのくらい説明したんだろう。ちょっとセーブします。 OK。 秋山さんのとこ行ったら、そのさきちゃんのサブストーリーやろうかな。気になるよね。だって谷村さんのお父さん結局どういうことって感じだし、すごい気になるから、それはやりたいんですけど、ちょっと秋山さんに会いたいっていう衝動を今抑えられないから。多分大丈夫だと思う。秋山さんに会うだけで4章終わったりはしないと思うんだよね。ちょっと会いに行こう。久々じゃない。だってさ、一番最初に秋山さんで始まって、うん、その後しばらくね、ずっと見てないからね。ここがスカイファイナンスか。さて、普通に、お、イベントだ。いるかな。おい、誰かいないか。うん。あー、寝てる。いつもそこで。どちらさん。あんた、秋山さんか。久しぶり。そうですけど。あんた、どこかで。ん？ん？知り合い？あんた、この前。ああ、そっかそっか、合ってるのか。ああそうだそうだ、そうだったそうだった、すっかり忘れてた。そうか、あんたが安子さんに金を貸した男だったのか。うん。安子？安子ってリリちゃんのこと？あ、そうだよね、知ってるよね。どうしてあんたリリちゃんの名前を。そうだよね。お、1億円前にして。そういうことだったのか。うん。あ、そっか、でもお金貸した理由知らないのか。じゃあこれで谷村さんに教えてもらえたってことだよね、多分。何も聞かされてなかったのか。うん、そうだよね。あ、聞かなかったからね。深い理由があるとは思っていたけど、確かあの時理由を話さない代わりにお金は必ず返しますって言ったのかな。でも結局その両方が叶ったことになるね。理由も聞いたし、お金も返ってきたみたいなことになるよね。まさか死刑囚の兄を救うために金が必要だったとはね。うん、そうだね。ああ、もっと早く俺のところに来ていれば、柴田組の連中を殺すようなことしなくて済んだかもしれないのに。そうなんだよ、それはめちゃくちゃ思った。だが葛城が約束を半個にした以上、その金ももう必要なくなってしまった。うん、彼女に代わって俺があんたに返すよ。そうだね。いや、いや、いい。え、なんで。え、何言ってるんだ。うん、その金を受け取れないって言ってんの。なんで、直接本人が返しに来ないとダメってこと。どういうことだ。どんな事情はあれ、その1億は彼女に。ああ、やっぱそうだよね、貸したものだ。彼女から返してもらうのが筋ってもんだろう。まあ確かに。でもそれじゃあなたが困るんじゃ。まあそこは困らないね、困らないのよね、多分ね。刑事さん、俺はね、金なら腐るほど持ってるんだよ。すごいね。
それにね、金儲けしようなんて考えてない。最悪その金が返ってこなくてもいいとすら思ってる。うん、まあそれはわかるよ。秋山さんもそういう感じ。は？めちゃめちゃこの口がポカーンって開いた口が塞がらない状態になってますけど大丈夫ですか？俺はさ、金を貸す価値があると思った人間にだけ金を貸してるんだ。うん、そうだね。金を貸すことでその人間の人生がどう動いていくのか、それに興味があるだけなんだよ。もう本当にだからそのために金融をやってるってことよね。わかるようなわからないような理屈だなまあわかるよ、わかるわかる。とにかくその金は受け取らない。彼女が直接返しに来るまではね。で、今彼女はどうしてるの？うん、沖縄にいるらしいですが、沖縄に行った。お兄さんが数日前に沖縄の刑務所に移送されたらしい。うん、そうだね。だから死刑の執行されるときはせめてすぐそばにいたいと。ああ、悲しい、本当に悲しい。いや、嫌な予感しかしないよ、私。嫌な予感しかしないよ。会えるのかな、本当に。会えるか、二人は。やっぱりいい女だ。ああ、そう思う。え？俺はね、谷村さん、彼女を好きになっちゃったんですよ。そっか。そうだよね。惚れたってこと？うん。その通り。俺はもう一度リリちゃんに会いたい。そうだね。秋山さんにとってはリリちゃんなんだね。でも残念ながら今俺とリリちゃんをつないでいるのはその金だ。そうか、だから返しに来てほしいと。そういうことね。うん、つまりその金を受け取っちゃうと俺とリリちゃんの縁は切れちゃうってわけ。うん、金の金の切れ目が縁の切れ目。ちょっとその通りすぎることをそんなぐさっとぐさっと言わないで。ふ、そうね、悲しいけどそういうこと。でもさ、もっと悲しいのはさ、新井さんの方の話だよ。あ、そっか、それも知らなかったのか。あ、そっか、そうだよ。ん？新井？そうだよね。だって新井さんずっと探してたんだもんね。ちょっと失礼。なんだ、電話に電話。あれ、場所変わった。もしもし。おお、あ、びっくりした、ボイスついてないね。おお、キドちゃんか。しばらくぶりだな。どうした？新井さんは見つかったのか？うん。あ、そういえばキドちゃんもなんかキドちゃんでなんかしようとしてたけど、どうしちゃったんだろうね。え？三島？三島？三島で合ってる？まさか三島ってあの時の上野世話の片割れのことか？合ってる？ああ、そうか。なんだろう。わかった。とりあえずそのことは俺に任せておけ。また連絡する。それじゃ。うん。なんだろうね。さて、てか花ちゃんは？花ちゃんってどうしてるんだっけ？忘れちゃった。誰からだ。今、新井を見つけるとか言っていたようだが、うん。木戸だ。あの新井さんの弟分の男だ。そうだね。何？あんたにはまだ話してなかったが、実は俺その木戸ってやつと協力して新井さんのことを探しているんだ。うん、そうだね。どうして？谷村さんのちょっとポーズがなんか可愛い新井さんに死なれちゃ困るからだよ。柴田組は上野世話会との手打ちのために新井さんを血眼になって探していたからね。あれ？そう、まあそうだよね。うん、でもなんかあ、ん？どういう、今どういうこと？どこまで説明したの？新井さんが柴田、あ、いいのか。今のいろいろその谷村さんから話を聞いた上で自分がしていたことを説明してるだけか。ってことかな。新井さんが柴田に捕まる前に何とかして俺たちで身柄を確保しなきゃってさ。うん、って言ってもさっきのあんたの話が、あ、そうだよね。そかそか、本当ならとんだ見当違いをしていたってことなんだけどね。うん、そかそか。なんか谷村さんから新井さんの話を聞いた上でもまだ秋山さんがそうやって言ってるのかと思っちゃった一瞬。そうじゃないね。はい、解決。あんたと新井の関係は、そうだね、気になるよね。俺が一方的に肩入れしているだけだ。別に企業射程とかそういうのじゃない。うん、はあ、しかし参ったな。そうだね、まさか新井さんがカツラギとつるんでたなんてな。うん、まあびっくりよね。そういうことやらなそうな人だと思ってたんだけどな。まあ秋山さんは本当にちょっと見る目がないって自分でも言ってたけど、見る目がないみたいなこと言ってたよね。まあそうなのかな。まあ秋山さんがいい人ってことかな。で今の電話の内容は何だったんだ。うん、そうだね。ん？ああ、あれあれ、なんかさ、新井さんを探していた木戸ちゃんがさ、うん、
偶然あのドンパチ事件から行方をくらましていた上野清和会のチンピラを見つけたんだってさ。ほう、チンピラ？キンピラ？上野清和会の三島って男、新井さんがこのビルの下で撃ち殺した伊原って、あー男の兄弟分、はいはいはい、なるほど。その男がどうかしたのか。うん、なんかさ、その三島ってのがさ、さじゃなかったけど、まあいいや。洗いざらい全部喋るから身の安全を保証してほしいんだってさ、警察に。あら、谷村さんの出番。警察に？うん。あ、それで信頼のおける刑事を、あらあら、紹介してほしいんだと。まさに目の前にいそうですけど。自分を上の世話会から守ってくれる刑事さんをね、うん、引き受けるかな。そういう流れだよね多分。だからさ、あんた言ってよ。お、信頼した。え、俺？そう、だって適任じゃんか。あんたの話じゃ警察って組織はかなりの悪の集まりみたいだしな。うん、そうなのかな。あ、でもそうか、秋山さんも杉内さん知ってるんだもんね。杉内さんもあんたの上司も当てにならない。ならあんたが行くのが一番でしょ。まあそう思っていただけるのは嬉しいね。どうして俺が？なんか不思議だよね。秋山さんのこと主人公として捜査してた時はちゃんと秋山さん、自分が秋山さんだと思ってっていうかさ、動かしてたのに、今はなんか谷村さんの気持ちになってるっていうか、なんかそうやって信頼してもらえるの嬉しいよねみたいな。ね、秋山さんだって自分が動かしてたのにさ、不思議だよね。どうして俺かと。案外あんたの追ってる事件の真相に近づいちゃうかもしれないよ。まあそういうことなんでしょう。何？俺の読みじゃん。この前の金村工業と上野清和会のドンパチ事件、うん、あれはあんたの親父が関わった25年前の事件とつながってる可能性が高い。まあまあまあ、ゲーム的にそうなんでしょう。事件の関係者がかぶりすぎてる。確かにそうだね。お、もしあの新井さんが裏でつながっていた葛城の命令で、うん、あのドンパチ事件を作為的に起こしていたとした、まあそうね。まあ葛城は柴田と共謀して東上会を乗っ取ろうとしていた。うん、そこにリリちゃんの殺人だ。うん、葛城は共謀していたはずの柴田を裏切り、うんうん、さらに25年前の事件の真相を知る人間を消そうとした。そうだね、強引なやり方でな。確かに。だがどうして今になってそこまでする必要があった？うん、今までも殺そうと思えば殺せたはずだ。そっか。なのになぜ今？冴島さんが関係あるのか？焦っていた。そう、葛城は焦っていた。うん、ドンパチ事件が起こる前に何とかして25年前のことを知る人間を殺す必要があった。はい。どうしてだ？指示されていたからか。うん、葛城を裏で操っている人間に。あ、さらに。その人間ってのは？25年前の真実が公になってはならない人間。杉内さん？事件をもみ消そうとした警察の連中が。うん、そういうことになる。警察内部に裏切り者がいるってことだな。はい。どうする？お、三島って男に会ってみる？お、その価値はあると思うけど。今の語尾が良かった。ああ、俺が行こう。お、だが罠を張る。お、罠？何それ？罠？その三島ってのが本当にあのドンパチ事件の生き残りなんだったら、うん、何か知ってる可能性もある。そうだね。まあそりゃそうだけど。なら三島の存在は葛城だけじゃなく警察の裏切り者にとっても邪魔なはずだ。うん、なるほど。なるほどね。わざと警察に三島との接触を報告して裏切り者をあぶり出すってことか。なんかするかどうかってこと？危険な賭けになるぞ。うん、覚悟はできてんのか？なあ、俺にとってこの山は自分の人生そのものなんだ。うーん、そっか。いや、やっぱ秋山さんちょっと声がやっぱ良すぎるな。改めて聞くとっていうか、いや、やっぱりね、切り替えが、声の切り替えがね、
山寺さんの声の切り替えがすごすぎてね、急にほらシリアスになるじゃん。やっぱすごいわ。で三島の居所だけど東京湾の埠頭にいるらしいよ。埠頭なんでタクシーで行くのがいいんじゃないかな。はい、わかった。さて警察に情報を流すか。お、すごいね。あー、もしもし、神室署、こちら生活安全課の谷村ってもんですが、刑事課につないでもらえます？うん、はい、そう、誰でもいいから。ほうほう、よろしく。あー、お疲れ様です。生活安全課の谷村と言います。うん、これから先日の神室町内の銃撃事件のことで三島という重要参考人に会いますので、ちょっと報告しとこうかと。ええ、そうだね。場所は東京湾の埠頭です。そうです、ええ、いや、もう当人が来てますんで。はい、うんうん、そういうことで、はい、それじゃあよろしくと。さて準備は整った、行ってくる。そうだね。ああ、行ってらっしゃい、気をつけてね。うん、いや、やっぱ秋山さんいいな。久しぶりになんか見たね、姿。あれ、なんか誰かいるけど、なんだ。三島は埠頭の倉庫にいるという。タクシーで向かおうと。うん、あれ、そうだ、三島だ、見つけたら連絡しろとか言ってるよ、国道風の男。そうだ、三島だ、あの金髪の野郎だよ。ほう、ああ、大至急で見つけ出せ。ふざけんな、最優先だ。死んでも見つけ出せ。わかったな。なんだなんだ、上野世話会の構成員か。必死で三島を探しているようだな。こんなところでわざとぽいけどねはあ、オッケーオッケー。いやー、そっか。あ、なんか一瞬さっきの話で西島さんがそのね、もうすぐその執行の日が近づいてるとか、なんかそういうのが関係あるのかなと思ったんだけど、そうじゃなかったね。いや、杉内さんっぽいけどな。まあ内緒にしてくださいね、皆さん。内緒にして、惜しいとか惜しくないとか近いとかそういうのも全部ダメ、全部内緒楽しみにしてるから内緒にしてくださいね。で、だがしかしだよ、私はね、私はさきちゃんの続きをやる。だってこれもう結構進んじゃうでしょ。もう私はとりあえずさ、秋山さんにだけどうしても会うのを我慢できないと思ってたから、秋山さんに会ってアセーブしよう。今ね、秋山さんにとりあえず会って少し落ち着いたので。これなんだ、ここ数日上の方がやけに動き回ってるんだよ。何か戦争でも起きそうな気配なんだ。うん、そうっすね、うちの組でも常に連絡つくようにしとけって。ほう、あ、上の清和会の周辺は騒がしいな。なんとかってやつを必死で探してるっていうぜ、三島さん。ああ、そういえば、ああ、はいはいはい、三島ってチンピラ見かけたら連絡しろって言われてますよと。そうそう、三島だ。何やらかしたんだろうな。うん、俺たち下っ端には何も教えてくれないっすからね。でも報酬出るらしいんで探してみますよ。なるほど。お、がっつり食いたいっすね。お兄さんまたいた。その人絡まれるのか、嫌だな。ちょっとセーブしたいんだよ、私は。セーブセーブ。そうか、いやー、どうなるんだ、どうなるんだい。その三島さんはなんか何なんだろうね。まさかそんな、どの人、ちょっと、まあでもあれだよね、その最初に秋山さんがなんかキャバクラに行って、あの喧嘩し、新井さんとか行って喧嘩した時のその殺された井原さんだっけ。井原さんじゃない方の人ってことだよね。ちょっと全然覚えてないや、顔が思い出せない。